Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.シリアで反政府勢力が大規模な攻撃を始めてから10日余り。反政府勢力は8日、首都ダマスカスを掌握。嬉しい気持ちだよ。生まれてから悲惨なことばかりのひどい政治制度だった。やっと解放だよ。この独裁者は多くの国民を殺しました。みんな息もできなかった。親子2代、50年余りシリアで独裁体制を敷いてきたアサド政権が崩壊しました。シリアを29年間支配した父の死去を受け、2000年政権を握ったアサド大統領、秘密警察を使い市民を監視し拷問を行うなど、世界有数の独裁体制を築いてきました。8日、シリアを脱出したと伝えられたアサド大統領。主を失った大統領の邸宅には市民らが次々と押し入り、調度品や家具などを持ち去りました。反政府勢力の進軍とともに、シリア各地の刑務所ではアサド政権下で捕らえられていた人々が次々と解放されました。今回反政府勢力の中核的役割を果たしたのはシャーム解放機構。指導者ジャウラニ氏はダマスカスのモスクに入ると歓声で迎えられました。勝利を宣言したジャウラニ氏。しかしアメリカはこのジャウラニ氏をテロリストとして最大1000万ドルの懸賞金をかけています。さらにシャーム解放機構も多くの国からテロ組織に指定されているほか、政権打倒には別の反政府勢力も加わっていて、今後のシリアを誰がどのように統治するのかは不透明です。シリア出国後、行方不明となっていたアサド大統領、その後家族とともにモスクワに到着し、人道的な配慮からロシアへの亡命が認められたと報じられています。